部ラジオ、はい、遅く起きた日曜、はい、こんばんは。第61回5月1日です。はいはい、61回でーす、はい、ですね60回を迎えて、うん、ちょっと何か変えようかなと。そうそうそう、やり方をということで、そう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 、でまあいろいろ考えたんですけどね、うんうん、まあ、ちょっと短くしようかなと。そうそうそう、いうことで純平君ぐらい、はい、まあ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 、本気出せば長くなりますけど、まあまあね、でだから今企画をっていうかね、あの、はい、長さ短くして、はい、あのちょっと内容を変えようかというような感じに、はい、まあ、あのしましょう、はいはい、FM より AM 感出していこうっていう感じでいこうかなって。 SM? いや、あ、まだまだそこら辺まだ行ってないので、はい、というような、ね、うん、あのテンションもちょっと若干いつもより低いというか、うん、なんていうんですかね、いや、テンション高いんだけど、はい、トーン低めにしてみて、トーン低めにしといて、大人だから、はい、今更です、関係今更ですでもよ、はい、あれだね、ちょっと話ずれちゃっていい、はい、毎日あの私のね、はい、レコーディングをやってるんですが、はい、結構大変だねこれね。そうですね、まあ、順平が一番大変なんじゃないかなと思うんだけどさ、あのこのぐらいの時間になるとやっぱり耳痛くなるんですよ。な、目もおかしいし、目もおかしいし、いや、本当にもうな、でもまあいいアルバムができると思ってるんだけど、楽しみにしててください。確かにいいよね、いいです、うん、みんなちょっと今日も放送してあげたいんで、配信してあげたいんだけどね、はい、いや本当っすね、ちょっとまだ流せないかな。まあ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 、まあ、待てと、うん、GW ということで、うん、GW わかりますか、 GW ゴールデンウィークです。わかるよ。いや、バカにしてるとかじゃなくて、なんで GW とか言うの、お前。いや、なんとなく GW って言いたくてで、まあ、GW といえばなんか規制じゃないですか、うん、あのまあ、でもこのタイミングなんで規制できないんで、うんうんうん、あの社長ね、この前言いましたけど、うん、あの Google Earth で、うんうんうん、あの実家付近見てみたんですよ、うんうんうん、はい、そしたらなんかすごい帰った気分になって、うん、インターネット規制みたいなことができたなということで、うんうんうん、あれこう見せてもらってさ、純平ちも見せてもらってさ、はい、北海道初めて行ったよ。いや、よかった、いいところですよね。カートタカンだ国すげえだったら、オパードだよ。いいっすよね、あ、本当に、一緒に行きたいもんです。シャケ釣んだ。で、なんすか、え、シャケ、あ、なんか小樽でシャケとか言ってました。釣ったら300円飲んだ。そうなんですよ、うん、それで帰った気になってよかったんですけど、うん、それで親に久しぶりに電話してです、ね、あらあら、うん、そのなぜ電話したかっていうと、うんうん、実家の車が変わってたと。あらあら、そうなんだ。っていうと Google Earth で知ったということで、うん、はい、あ、はい、で電話して車変えたって言ったら、え、何言って、3年前に変えたよって言われて、うん、3年前、3年前です。 あれと思って、うん、だって5年帰ってないですもんね、うん、あ、そうなんだ、はい、まだ30になる前でしたもん、最後に買ったのは。あ、そうなんだ、はい、でも借りたいでしょ、もうコロナだから無理だけどさ、ね、そろそろ帰ってもいいかなっていう、あの社長の家も Google Earth で見ましたけど、あの実家のらへんとか、実家ね、はい、すごかったですね。今駐車場になってしまってますけれども、駐車場になっちゃってんだけどさ、はい、駅近、はい、いいところだったけどね、はい、前はね、楽しいね、でもあれね、はい、あれで30分遊べるよね、はい、で外国とかも見れる、うん、いけるいける、はい、うん、だからちょっとニューヨーク今日歩いてみっかみたいな、ちょっとニューヨーク行っちゃうみたいなね。いいっすよね、いいよ、はい、ちょっと今日は韓国ねみたいな、はい、楽しいよな、はい、やってみたいです。今度それで遊ぼうぜ。社長はハワイ見てましたもんね。ハワイ行きたいなと思ってさ、はい、ね、もう全然もう何十年も行ってないんだよ。あ、そうなんですか。最後に行ったのは、30だから、ああ、じゃあめちゃくちゃ行ってないですけど、ね、25年ぐらい、これうちの親は騙されてましたけどそうなんだ、はい、社長が今年63だっつったら、うん、あれ、なんか還暦ライブやるって言ってなかったってまんまと騙されてるやつ、ごめんなさい、いるもんだなっつってそうなんだ、はい、お母さん、はい、ああ、お母さんね、あの純粋なんです、ね、すいません、もうでたらめで僕はいや、そうなんですよ。それで、うん、あのいろいろ実家帰りたいなから派生して、うん、なんか旅行行きてえなってなって、うん、でしたら今 YouTube で、うん、あの、まあ、いろんな YouTuber いるじゃないですか、うんうん、あの電車オタクみたいな YouTuber の人がいて、それなんか寝台列車に乗って、うん、なんか名古屋から東京まで行くとか、うん、出雲から東京まで行くとか、なんかその豪華なあの列車乗るとかあるんですけど、うん、めちゃくちゃいいなと思って。いいよね、寝台って乗ったことあります？ない。
バスとかもないですか？ない。車掌車ってそんな気分。車でもはい、もうせっかちだからさ、はい、やっぱこう車で飛ばしていっちゃうとか、新幹線乗っちゃうとかさ、はい、そんで寝台車乗って、でも寝れないと思って俺。敏感なんですもんね、なんか、うん、だから、うん、その豪華列車もテレビで見たりするんだけど、はい、高いんだよね、すごくね、めちゃくちゃ高いで、あでもその寝台は、うん、あの結構安くて1万合計6000円ぐらいでいけるんですよ。2段ベッドみたいなもんだろあれ、あのっていう部屋もあるんですけど、うん、一部屋でなんかちょっとあの洗面所とかテーブルついてるようなのもあるんですよ。そういうんだったらあれかもしれない、はい、でもさ寝台車って言うんだから名古屋じゃ近すぎない？まあ、大阪とかなんか出雲ぐらいから出てるみたいな、そう、らしいんですけど、まあ、なんか良さそうですよ。なんかその楽しいね、はい、いでも死ぬまでに1回は乗ってみたいかな。ああいいす、なんか俺も旅行するときになんか変わったことしたいなと思って、うん、いいよね、はい、ホテルもまあいいですけど、うん、じゃあ今日もさ、はい、話長くなっちゃうな、短くまとめられないんじゃないか、そうそう、あのね、今日ねあの、はい、車さん行ったんだよ、車のなんていうの、はい、オートバックスとか、はい、イエローハットとか、はいはい、そういうところで今日あるヨガって行ったの、はい、でしばらく待ってたんだよ、はい、車点検してもらうのに、はい、でさあのドライブコースってあったの本で、はいはいはい、例えば神奈川のドライブコースとか、はい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 、千葉県のドライブコースとか埼玉とか東京とか、はいはい、面白いねあれ見てるとね、へえ、ドライブコースですか、うん、ドライブコースっていうのがあるのよ、はいはいはい、こう行ったらいいですよみたいな、はい、ここではこれが見れますよみたいな、そうそうそう、面白いよ。千葉は千葉であるよね。千葉あります？ある、あのね、神奈川が一番面白かったかな。あ、それってやっぱあの山の方ですか、箱根とか。いや、箱根は箱根だった、伊豆は伊豆なんだけど、神奈川の逗子の方から、はいはい、葉山の方とか、はいはい、鎌倉、江ノ島、あ、海沿いの感じですか。そうそう、で最終的にぐるーっと回って、はい、どこだ、横須賀、あー、はいはい、でもし温泉はこういうとこありますよとか、ホテルはこういうのありますよとか、はい、書いてあったよ。面白いなと思って、いいっす、ね、うん、車でドライブもいいですよね。でも電車もいいけどね、どっちも良さありますもんね、うん、でも俺は電車、まあ、乗るけどさ、はい、だから車で今年はさ、もうこのコロナ禍なので、はい、どっか行ってみようかなと思うんだよね。例えば群馬とか、はい、栃木とか、ああいいですね、例えばさ、あと軽井沢の方とか、はい、もっと長野の裏の方とか、はい、ドライブコースあるからさ、じゃあ、群馬かどっかで、うん、バンジージャンプやりませんか。あるの、多分群馬だった気がするんですけど、なんか山奥みたいなところで100メートル、おお、でもやってみたい、はい、あ、やってみたいですか。やってみたい、やってみたい、好きだもんそういうの。へえ、ひゃー、俺ね、だから前言ったじゃん、あの飛んでみたいんだから、空を一人で。ああるじゃん、はい、なんかテレビに、はい、なんていうのあれ、はい、あの、わかりました、あのドバイとかでよく撮ってるやつ、バットマンみたいなさ、はいはい、あの黒いの着てさ、あれってマジな、マジな話、うん、俺もそう思って調べたんですよ、うん、そしたらスカイダイビングの経験、インストラクターの資格とか、うんうん、スカイダイビングの実際の経験が何時間あるみたいなので、うんうんうん、あの取れるらしい資格みたいな。あ、そうなんだ、まあ、何時間か飛ば、はい、飛ぶっていうか、あれめっちゃ折れなきゃダメなんだね、はい、あれでもめっちゃ楽しそうですよね。やりたいよ、でも一つ間違えたら死ぬよね。そうですね、本当にいいな、それはそれで、それで死んだら本望ですか。やってみたい。いやいや、あ、じゃあマジで行きたいですよ、うん、行こう行こうよ、じゃあ、はい、いつ行く、あさって。これゴールデンウィークだしっって多分ね、ゴールデンウィークね、はい、道空いてるよ、ガラガラだと思うよ。なんかでもだってテレビでやってたじゃん。でも電車の話、なんか飛行機では沖縄はなんか満席だったみたいな、うん、本当初日みたいなのは言ってました。だからタイミング考えろやとは思いましたけど、うん、まあじゃあ行ってみましょう、レコーディング終わったら、はい、お疲れ様っつって飛ぶんですか。いや、怖っ、まあ、連休中でとりあえずある程度のミックス終わって、はい、でもう一曲新曲やんなきゃならないからね。そうですね、とりあえず全く新しいやつをやりたいっていう話をしてたんですよね、うん、で、はい、内海さんとももう一回入れなきゃならないし、まあ頑張りましょう、はい、でもこのまま話してるとずっと話しちゃうから一回曲いきましょうか。 OK、はい、ではミスティックシティを久しぶりに聞いていただきたいと思います。はい、アイムからです、どうぞ。ささやくウィッチスキリのベイ
成長日記。皆さんこんばんは。お元気でしたか？先週は銀ブラジオ第60回目ということで、長かったような早かったような、そんな60回目をかみしめながら3人でお話ししました。とそしてと皆さんいつも来てくださってありがとうございます。とさて今日はですね、このご時世またまたどこにも行けない状況になってきてしまったので、どこかに行きたいっていうのは一旦忘れて、私が生まれた年は一体どんなことがあったのかなとちょっと気になって調べてみたんですけど、私が生まれた年はディズニーランドが開園された年なんですよね。ディズニーランドと私は同い年です。皆さんの生まれた年は何がありましたか？あ、これ言っちゃうと年がバレちゃいますね。はい。ちなみに、社長の生まれた年は東京タワーが完成した年ということで、すごいですね。純平くんの生まれた年は、なんだろう、マイケル・ジャクソンが来日コンサートしたってことですかね。ということで、今日はここまで。以上、みゆきの成長日記でした。バイバーイ。みゆきの成長日記。はい、ミキの成長日記でした。お、ディズニーランドとタメということで。うん。ということは、なんか俺、東京タワーって言うけど、俺は東京オリンピックと一緒なんだよね。え、本当ですか？結構じじいっすよ。言い方。東京オリンピックと東京タワー違うもんな。違うと思いますよ、多分。
だからどっちだったっけな俺タワーっていいんじゃないですか。でもすごいですね、なんかかっこいいですね。東京タワー、東京タワー、あ、どっかで聞いた。ああ、なるほど、うん。あ、俺はもうあれですよ。ますます他人の気がしてないですよ。1987年、マイケル・ジャクソン来日って言ってるじゃないですか。本当は、どうぞ。話したいの ?1987 年8月29日は俺の誕生日なんですけど、マイケル・ジャクソンが初来日して、かつ8月29日は、なんか言い方も間違ったな。うん、ちょっと言い方間違えました。ね、ちょっとね。何録音の時何どうしてんだっけ一回やってみますかと皆さん、順平はこれは口癖なんです。俺指摘されるまで分かんない。必ずじゃあ一回やってみますって10回ぐらいやるんです。それでもう一回やってみますって10回ですよ、まあいいや。俺ね、東京タワーとマイケル・ジャクソンもタメなんだよ。あ、そうなんですか。うん、すごいですね。俺マイケル・ジャクソンと誕生日一緒って言いたかった。ああ、言っていいよ。言ったか今。あ、もういや、はい。で、うん、親父の誕生日がマイケル・ジャクソン死んだ日なんですよ。ああ、なんとなくつながってるね。はい、だから他人の気がしないですね。あ、まあ、他人ですけど。そっか。はい。うん、まあ、はい、長くなっちゃうんで。あ、そうですね、はい。長くなっちゃうんで。今日短く短く。はい、で、お便りに行きましょう。今日はありがたいことにお便り来てます。はい、ありがとうございます。どうやっても短い。はい。あれ、何の話してるか。はい、短くて細い。はい。細くて長い。あ、細くて長いじゃん。そんなことないですよ。細く、はい、細い。まあ、いい、行け、行け、次行け、次行け。お楽しみにということで。はい。うん、はい、お楽しみに。Facebook からですね、60回目おめでとうございますと。はい、ありがとうございます。はい。続いて、これは YouTube ですね。60回おめでとうございます、うん。はい。早くみんなでワイワイ歌える日が来るといいですね。うん。みゆきさんのマライアとよっちゃんのスティービーワンダー聞きたいですね。私も何年も行けてないですね。最近思うのは、昔はカーステレオで何回か聞いたら歌詞を覚えたのに、うん、今は全然覚えられません。年のせいかしら。皆さんはそんなことなさそうですね。それでは体調に気をつけてください。あ、その方もしかしてミュージシャンだろうね。歌う。車の中で覚えるって言うんだから歌詞をね。誰だろう。いやでもあれですよ、この方にお伝えしたいのは、うん、もう社長は全然歌詞覚えてないですさすがに、うん、シャイニングロードとか俺も覚えちゃいましたけど、社長いまだに歌詞カードないとダメですもん。そうだね、うん、逆に歌詞カードなくていけるやつあります？ないかもしんない。ないわ。キャロルの歌覚えてるよね。小宮君二人だけとか、なんかちっちゃい時にかわいいとか、とか、うん、あの昔のやつって結構覚えてますよね、うんうん、いや俺自分の歌よりもキャロルだ。キャロルの歌なんかはさ、まあキャロルで育ってるんだけど、うん、ベースもギターもドラムも全部できるよ俺。なんかそれリードギターもなんか前言ってましたよね、あの、うん、キャロル好きのお客さんアイムに来て、うん、あの譜面も何も見ずにずっと一緒にやってた。ずっとやっちゃったって。すごいねって褒められた。あんたもすごいねって。いや、お互いすごいですね。でも、そのお客さん一回しか来なかったよ。あら、また来てくださいよって話ですけど、あ、お店があればな。悲しい話だけど。はい、次行きます。はい、60回おめでとうございます。はい。外食でお酒は飲めないなんて信じられませんね。ね。まあ、しかし3人のトークを聞いてるとほっとします。とりあえず100回目指して。うん、まあということで嬉しいね、そう言ってもらうとね、はい、100回ですね。100回か。でもそういうことだな、100回もな。そうですね、だって来年になったらもう100回いくんじゃないですか。うん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 、すごいですね。還暦ライブやりたい。そうですね、うん、やんなきゃですよ俺もグルになっちゃいますからやめましょう。はい、はい、ではそろそろ締めましょうか。はい、ということで皆さんまたぜひ聞いてください。あれあ、俺はい、え、今の閉まんなかったですか。じゃあもう一回行かせない。やり直しっていうか、うん、はい、はい、いよいよ大丈夫。いやいやいや、お願いします、はい、ではまた来週バイバイ。
宝物なんだろう。泣いたり笑ったり話す姿は必死だし。